はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、ガチャガチャでですね、ですね、釣り竿のですね、ガチャガチャがありましたので、これをゲットしました。そして糸をですね、リールに巻いて、でそれでこれからですね、この竿とリールでハゼを釣っていきたいと思います。それでは、ハゼが2匹リールを巻いて、どうしよう、ちょっと帰ってきて、くっついちゃった。リールを巻いて、はい、ハゼが2匹釣れました。ちょっと大きいね、下のね。ちょっとちっちゃいけど、まあの感じです。これはガチャガチャの400円です。400円のガチャガチャです。で、竿はですね、竿は1つです。1つの竿で、リールも1つだから合計800円ですね。竿だけが出てくるガチャガチャと、そのリールだけが出てくるガチャガチャで、ラインはですね、僕がいつも使ってる100均のダイソーのですね、ダイソーさんの3号の道糸を使いました。で、仕掛けはですね、こちらのファリスの方はダイソーさんの浮き釣りセットですね。それの6号小さいタイプですね。小さい羽のタイプを使って青い染めで釣りました。やりました。ちょっとね、こんな感じで遊んでみました。バックでハゼが釣れました。ハゼゲットです。ハゼつけました。ハゼがそこに浮いとるね。リール負けるんで、すごいんですよね。おー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 、これが2匹。
これはすごい。ガチャガチャが侮れないですね。聖子ゴミ。来ました。なんか釣れてます。まずは釣れてます。はい、まず釣れました。釣れました。成功が釣れました。ハゼをね、釣るためにね、ちょっと頑張ってたんですけど、このガチャガチャのですね、ちゃんと巻けるんですね。巻いてですね、成功が釣れました。こんな感じです。すごいですね、最近のガチャガチャは。こんな感じでですね、釣りも楽しめることが分かりました。それではですね、今回もご視聴ありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。マイクでした。